私は貴様はニッケッキ知る必要ねえだろさよなら敗北者ああしまったようだがな。よくやったな、人間。クマの魔法が消えず、空間を侵食し続けて、影の王宮が崩壊し始め、そろそろ限界だ。なんか体がムズムズする。急げー！上に行く術がねえ。こいつはやべえな。このままじゃ。みんな！アスト！燃える！みんな無事でよかった！私は罪を償うことです。これはその第一歩だ。うっせえ！俺は俺のやりてえようにやれ！いや、いいとこに通りすがりのボンレスハムがいて助かったわ。元シオンのシャチ団長！ぐぬぬ、弱ってるくせになんという人使いだ。すごいね、変わった魔法と変わった人間の目白押しだ。とにかくまずは脱出するぞ。あ、ユノ君、もう離れない。いや、とっとと離れなさい、デコダヌキ。あれ、この人やばい、怖い。貴様ら、談笑には少し早いぞ。国中で暴れているエルフたちを止め、未だに彼らは仕組まれた復讐に囚われ。どうやって？全員のしてしまえばいい。この剣一つじゃとても。それに今の俺じゃ何度も力は使えねえ。体重魔法ならば国中の魔力と生命力を集めることができる。彼のグリモワールが必要だ。ありがとう、バルトス。あなたが何者でも私を助けてくれたのはあなただ。メツマの剣で僕の転生を解いてくれ。元より二度目の生、悔いはあっても恐れはない。先に行ってますね。最後にリヒトさんとみんなと戦えて嬉しかった。バンジャンス団長。しかしまだ終わっていない。そのために私が。イリウス様を守るべき未来を信じきれなかった私の弱さが招いた戦いならば、せめて私がその終わりの礎を築か。魂をつなぎ皆に真実を。一つに結びつける。合体魔法宿魔の剣霊光樹。アンチ魔法の少年、この木に滅魔の剣を。剣の力が全てのエルフに。その魔法、国を救ってくれたのか。やっぱりな、うちら3人は一緒に行けそうにないや。魂が体にしっかり定着しちゃってるし、元の体に魂が存在してない。私たちの分も今の世界を生きてくれ、リヒト。面倒だけどしっかり生きてみるとしますか。お前との戦い楽しかったぞ、闇助弘。なんだ、最後はやけに素直じゃねえの、シャルガ。私たちが望んだ理想の未来の可能性が見られて嬉しかった。うん。俺の体の中にいるのはこのグリモワールも、あんたの。そのグリモワールはもう君のも。君と共に同じ道を歩ませてやってくれ。ありがとう。現代のクローバー王国の魔導士た。待て待て、待ちやがれ。資料魔法ソウルアブダクター。俺と長いこと共にいたやつじゃねえと使えねえ。てめえは皮肉。リヒト君の魂が宿っていた体に魔力が。その体はもともとサリーが作ったてめえの体の複製体だ。俺にもよくわかんねえんだ、クソが。とにかくリヒト、てめえはてめえの踏みにじった人間のことを、俺のことを考え続けろ。償いの機会を与えてくれた。
うるせえ。せいぜい毎日恐怖に震えとくんだな。バルトス、行くぞ。結局お前までリヒト君と一緒に行きそびれやがって。ライアさん。君とこうして触れ合える時が来ると。まあそれより、許されなくても謝らなければならない人がいる。勝手な願いだと分かっている。ユリウス様のもとへ連れて行ってほしい。長い戦いが終わったね。君たちにはいくら感謝しても足りないね。僕の時代から続く悪魔の呪縛を打ち破ってくれ。この人たち一体何よ。石の方ですか。初代魔法帝の像にそっくりです。そしてお前はネロだよな。はあ、何言ってんのよアスター。人間になったんじゃなくて、もともと人間だったのよ。何、早く言えよ。かげやめろ、いつもの感じのやつ。あのコミクタらし可愛かったネロが。けどこっちはこっちで可愛いわね。どちらが魔法帝になるかな。俺です。王子とアスタでは全然違います。なに王子。セクレ、今はネロかな。君は僕の分も未来を。あなたをずっと。あなたが行くのなら私も。僕は500年前に全てを出し尽くして終わっていたはずなの。君たち魔法騎士と君たちが守るクローバー王国の未来も楽しみ。自分の子孫にも会えて大満足さ。あなたにお仕えできて幸せでした。セクレ。